望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラはいかなる伝説となるのか。ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だった三神楽ユイだよ。あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃったけど、こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だからお姉さんってことで。久々に会ったけど、期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい。ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局朝までその君の冷静なツッコミもね、君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも。意味がわからない今はそれでいいの。私も負けないように頑張るわ。それじゃあ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。いっけない、ホームルーム始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、相田シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数のガンプラバトルに特化した学園なの。組み立てから塗装、改造、仕上げまで、ありとあらゆるガンプラに関する技術が学べるわ。もちろん実践もね。残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会で優勝したこともあったんでしょ。この学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はい、みんな静かに。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼はガンプラバトルの経験があるそうですよ。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構自信ありって感じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まってもらったということは、ということはミッションでその実力を見せてもらいます。おー、彼のパートナーは、そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました、クラス委員長のコーラいおりです。よろしく。委員長がパートナーか、いいな、羨ましいぜ。あんた知らないの？委員長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。ミッションスタート。
なたガンプラバトルの経験があるらしいですね。とはいえこの学園のシステムだと勝手が違うこともあるでしょう。念のため基本の操作だけ教えておきます。教えるまでもなかったかしら。では次に行きましょう。武器による攻撃です。最大の防御。あなたもそう思わない？さあこれで最後。 EX スキルはわかる？十分よね。敵やコンテナを破壊しパーツを奪い集めていく。それがこのバトルの真骨頂。ああもう我慢できない。早く出撃しましょう。全部私が片付けてあげる。さあバトル開始よ。よりどりみどりだわ。ゲージの開始どこから潰そうかしら。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。さあ行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。無駄無駄。
そこまで。二人とも素晴らしいバトルでしたね。コーラさんも楽しそうでしたし。ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても二人とも強かったよね。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上位狙えるんじゃない？くっそー、僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。なので特別に今日は自由にガンプラバトル OK です。もちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキングにも影響ありません。うおー、やったー。俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したジオングを見てよ。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をしていますね。ガンプラバトルのためのこの学園でみんなただバトルができるだけなのにこれだけ盛り上がっている。その理由きっとすぐに分かりますよ。ちょっといいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。この後時間ある？即断即決即実行、さっきのミッションといい、あなた期待できそうね。それじゃ早速行きましょうか。この学園は広いから迷わないように、ファンネルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム。オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし今は生徒会の許可がないとこのシステムは使えないことになってるの。ほんとバカみたい。行動ね。ここで全校集会をやるの。ガンプラバトルの大会が行われることもあるわ。グラウンドよ。ここは体育の授業で使ったり運動部が部活で使う場所ね。あと行動では収まりきらない大人数のイベントとかではここを使うこともあるの。まあそんなイベントなんてめったにないけどね。この奥は生徒会室よ。一般の生徒が勝手に入ることは許されない、そういうことになってるわ。生徒会の話はまた後でしましょう。ここでは誰が聞いているかわからないもの。これは第08ガンプラ部の部室ね。この学園にはいくつもガンプラ部があるの。それぞれ特色があって、連邦縛りやジオン縛りとかジオラマ派やスクラッチメインなんて部もあるわ。でも確かこの第08部はほとんど幽霊部なんですって。部屋の設備も古いしね。入るなら他の活発な部を進めるわよ。これで大体学園内は案内できたかしら。ん？何か騒がしいわね。なあ？なんか文句あんのかよ。だからそのパーツは僕の。ここに落ちてたもんだろ。それを俺が拾った。お前もだっつ証拠あんのか。無理やりぶつかってきたのはそっちじゃないか。それで僕はパーツを落として。ひでえ言いがかりつけてくれんな。おいお前ら見てたろ。ウィス、そいつがショウゴさんにぶつかってきたっす。一応聞いとくけど、お前ランキング何位だ。951。はあ、クッソ雑魚じゃねえか。ラプラスの盾のショウゴ様なめんなよ。そういえばショウゴさん、今ランキング何位なんすか。うっせえ、てめえらより全然上だっつーの。はい、左遷した。じゃあこのパーツは俺が生徒会に届けておくぜ。あの調子に乗ってるバカは森田翔吾、3年です。生徒会参加のチーム
ラプラスの盾のメンバーです。ガンプラの実力は大したことないんですけど、ああやって群れるからみんな文句が言えなくて。ちょっと待って、気持ちはわかるけど、生徒会関係者に手を出したらこの学園じゃ。やめなさい。無理やり奪ったパーツであなたは胸を張って戦えるの？ユイ先輩。なんだてめえユイ、調子に乗ってんじゃねえぞこれ。そのセリフそっくりそのままヤタの鏡でお返しするわ。暁ガンダムの反射装甲ですね。美しい。てめえこの俺様がラプラスの盾の一員だって分かって言ってんだろうな。あ？森田君、あなたチームのリーダーでもないのに自分で言ってて悲しくならないの？とにかくその子から奪ったパーツを返しなさい。ジョトナ、そこまで言うなら俺らと勝負だ。ちょうどすぐそこにバトルルームがあるしな。万が一負けたらこのパーツは返してやるよ。ただし俺らが勝ったらお前にはスーパーフミナのコスプレで俺の言うことを何でも聞いてもらう。あ、リターンズバージョンか、それともアクシズエンジェルバージョンにするか、今から楽しみだぜ。へっへっへっへ。いいわ。その代わり約束は守ってよ。もちろんさ。ただしルールは G キューブだ、それ以外は認めねえ。あ、 G キューブは343、つまり誰か他におめえのチームメイトが必要ってこった。この条件飲めなきゃ俺様の不戦勝だな。もちろん今すぐだぜ、俺は気が短いからよ。汚すぎる。ユイ先輩に味方がいないことを知ってて。え、ちょっと、さっきも言ったけど相手は生徒会関係者だって。行くのね。分かったわ、私も覚悟を決める。ユイ先輩、私たちが参加します。チームに入れてください。え、あなたたち。けっ、そんな即席チームで俺らに勝てっかよ。さあ、ついに始まります。旧生徒会三神楽ユイ率いる急増レジスタンスチームと、現生徒会参加の実力派チームラプラスの盾森田翔吾との因縁のバトル。この声はまさか。そうです、私が放送部部長の釈野凛子です。バトルあるところに凛子あり。この場は私が実況を務めさせていただきます。なあ、本当にお前らはどこにでも出没するよな。たくしゃあね。じゃあ俺らがこいつらをぶっ倒すところしっかりと放送しやがれ。言われなくともバッチリ動画で全校に配信いたします。さあそれでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。森田翔吾3年だ。てめえラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。さあ行きましょう。ああ、待って、助けてくれるのはすごく嬉しいんだけど、君は G キューブのルール知らないよね。
そうでした。転入生で G キューブを知っているはずないですよね。本当はじっくり説明したいところだけど、時間もないし簡単に説明するね。 G キューブは3対3のチームに分かれて得点を競う、この学園独自のバトルシステムなの。あと定期的にクエストが発生して、先にクリアしたチームには高いポイントが入るんだけど、クエストにも種類があって、単純に一人がバトルに強いだけで有利になるという話ではないの。敵の撃破、コンテナ破壊、隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもありますね。それから報酬のキープができる回収装置、キューブを使ったパーツ回収も重要ね。より多くのパーツを入手したければ回収を行いつつ、クエストもしっかりこなせということですね。そのあたりの状況判断は各自に任せるね。君は初めてのプレイで慣れてないところ申し訳ないけど、こっちでもサポートするから、なんとか頑張ってくれるかな。とにかく敵を倒して奪って回収して、最終的にポイントが高いものが勝者。このバトルを制するには多彩な才能を発揮するニュータイプのごとき、ひらめきと力が必要なのよ。そうね。この子急にキャラが変わったような、気のせいかな。全部蜂の巣にしてあげるわ。始まりました Gキューブ。実況は私、放送部部長釈野凛子が行いますよ。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。テスト開始ね。頑張りましょう。おっしゃ、僕の武器でパーツ奪ってやりよう。プレイヤー5撃破されました。プレイヤー2撃破されました。逃げんな。おびえなさい、組みなさい。ガンターの性能を生かせるのは消えていきなさい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。はぁ、クエスト失敗。クエストなんていちいちちゃんと聞いてねえよ。ターゲットの確認、これより破壊するわ。プレイヤー4撃破されました。レビア、面白い、ガチでやり合おうぜ。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。このクエスト君ならどう攻略する。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア、一つずつ潰していきましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。やり、おりゃ、このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。いい精神だね。次のクエストも片付けちゃおう。討伐ターゲット
はずです。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。マジかよ。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。ただまだこれから次のクエストで取り返しましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。まだ足りないな。もっと奪わせてちょうだい。おっしゃボコボコにしてまず奪ってやんよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。マジだよ。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。そのキーパーツ絶対に私のものにしてあげるわ。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。ちょマジかよ。見つけた破壊の時間よ。チームレッドキーパーツの回収に成功しました。最高ポイント獲得です。まだまだこれから次のクエストで取り返しましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。あ、クエスト失敗。クエストなんていちいちちゃんと聞いてねえよ。おっしゃボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。プレイヤー2撃破されました。次に壊されたいのは誰かしら。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やべえクエスト忘れてた。次クリアすりゃいいんだよ。次プレイヤー5撃破されました。怯えなさい、つくみなさい。ガンプラの性能を生きてるまま消えていきなさい。勝者チームブルー。素晴らしい戦いでした。くさくさ、ふざけんな。こんなの認めねえ。認められないのはあなたの弱い心。勝負はついた。私たちの勝ちよ。約束よ、パーツを返して。ひ、いるかこんなもん。ほらよてめえら、ラプラスの盾に生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞ。ああ、おいお前ら撤退だ。へい。危なかった。ありがとうね君と。高麗より2年です。好きな